はい、懲役太郎です。北海道のね、江別市ね、とんでもない事件、公園に全裸若い男性死亡、第一発見者語る人形かなと、あざ複数事件性視野って、まあ事件しかないんですよね。江別ってどこだなと思って探したら、まあ札幌の隣ね、隣って北海道広いんでね、結構距離はあるとは思いますがね、また北海道でつって言ってもね、まあ20代の男性だってことが分かってきてますが、もう全裸っていうことで、事故ではないです。自死でもないと思います。あざもある以上、まあ全裸で自死がないとは言いませんが、あるいは、事故の後わざわざ遊歩道に連れてきて裸にするってことはしないので、ただこれが不思議なのは、この全裸の状態でそうさせることが目的なのか、何らかの形で間違って殺害する目的はない、リンチ、暴行、脅迫という流れの中で死亡してしまって、慌ててどうにかしようと思ったので遺体が移動できなかったっていうことなのかなっていうふうに思います。まあ、この場合、若者の場合は過去の直近のところの事例だと、車で運んで行きとかそういうようなことが多い、あるいはどこかでしたの、そういう状況になったのもわざわざそこに持ってきて行きなのかも、あの行きっていうか、まあ置いたっていうことかもしれませんが、それはもう調べればすぐ分かることなので、ただ公園っていうことを、考えると、なんかそこで暴行があったかのようには思いますが、その公園って言ってもね、人通りがある公園なのか非常に人がないような公園なのかにもよって全然違いますけども、言うほど散歩している人が通るってことは、割と、明るい時間には人がいるんだっていうことが推察されるので、山の中の公園っていうわけではないと。まあ身元も分かってきてますので、その子がどういう生活しているかによって、人物、そして、交友関係で、交際関係、金銭の貸し借りで、おおよそ特定できると思います。だけどもこの1週間以内で特定できないとね、なんでって話になっちゃいますので、まあ複数のあざっていうのが非常に気になりますね。男性っていうことなので、これが女性ってことになると異性関係ということがまず先に考えられますけど、男性なので交友関係ですね、そこの中のトラブル、まあこの全然関係ない人が急に襲われてさらわれてそういうことになるっていうのはなかなか考えにくいんですけど、なぜねこんなことがね行われちゃうのかっていう。で、第一発見者が、僕見つけて通りすがろうと思って、冗談かなと思って、人形かなと思ったんだけど、まさかなと思って、もう一回戻ったんだと。まあ、そう思いますわね。そう思います、普通は。ね。そうなんです、これ。あるいは、若い男性みたいなものが倒れている。そういう証言もありますんで。27日午前に司法解剖をしてるんで、まあ結果が出ると思いますね。で、後の話だと、司法解剖の結果、これ出てますね。死因は外傷性ショックということが分かってる。20歳の大学生。千歳市に住む。千歳市に住むか。ちょっと待ってよ。これが、これ北海道の場合は場所を、千歳市でこれで調べてみて、あら、めっちゃ離れてる、江別まで。っていうか、地図上だと千歳の上に北広島があって江別なんだけど、この距離感って言ったら20キロ、30キロ、40キロぐらい離れてるんで、隣ではないんですね。結構な距離があると思います。はい。
へえ、そうなんですよ。かなりの距離がある地域ですね。そこに、じゃあそこに連れてこられた、殺人事件などを視野を見れて捜査を進めている。外傷性ショック。でも刺された頭をじゃない、ものすごいリンチ、ものすごい暴力、それともそんなつもりじゃないけど何らかのことの本当に当たりどころとかショック、外傷性ショック、外傷性ショック、ちょっと待ってよ。外傷性ショックとは、外傷性ショックとか外傷によって身体内の血液が急激に失われ、血液の循環が悪くなって血圧が低下した。外傷によるショックでは出血性ショック、だから出血性ショックなら分かるんですよ、出血したなら。外傷性ショックが続くと組織や臓器に十分な酸素や栄養が運ばれなくなり脳梗塞や腎不全。外傷性ショックあんまり聞いたことないな。いや、まあその医学とか病気のことが分かる人はそんなことって言うけど、事件とか、犯罪の被害者で外傷性ショックによる死亡、殺人事件でね、事故とかなら分かるんですよ。出血じゃない、刺された、殴られた、頭部の損傷とかなら分かりますけど、だから外傷性ショックがどれぐらいのことか。だから全身の骨が、複雑骨折とかもっていうようなことでもないんだよな。だって人形に見えたっていうことは、だからイメージ的に言うと人形に見えるわけだから、もう死体の損傷がね、ご遺体の損傷がすごく激しかったら人形なんか見えないっていうか。で、なんていうのかな、近親者とかだと、なんか布一枚でもかけていくようなことっていうのが多いんですね。なんかやっぱり隠したいっていうのと、かわいそうとかっていうのがあるから、なんか一枚隠すとか。まあ今のその、エベスの気温とか気候がわからないけど、葉っぱで隠すとか、何かを隠すとか、じゃなくて見せしめのためにやるたのとではまた違うので、なんかちょっと不思議な感じがするんですね。隠す様子がない、人形のように見える状況、うつ伏せだったのか仰向けだったのかってこともちょっと報道には出てないんでわからないんですけど、なんかちょっとね、気になる事件ではあります。以上です。